上流。ん？礼。はい。ところでいいのか？俺の素性はもうみんなにバレたみてえだぜ。問題ありません。外部に漏れさえしなければ。あんたは時々大道寺って組織を過信しているように見える。組織に完璧なんて求めてもいませんが、それでも東城会よりはマシでしょう。ん？2年前に神室町の浄化作戦で一掃されましたね。都知事は産経作戦と銘打って、あの時は東城会の会長や幹部たちが真っ先に失踪。今では代わりに関西の近江連合が神室町を乗っ取っています。その引き金を引いたのは東城会の一幹部に過ぎなかった荒川真澄。たった一人の裏切り者によって崩れた東城会は本当に脆弱な組織でした。我々もせいぜい学ばせていただきましょう。一応言うと銃返ってくんな、あんた。ではこれ以上悪く言うのはやめておきます。あなたが組員として人生の大半を捧げた組織ですしね。俺だけじゃねえさ。俺にとって大事な人たちはみんな東城会と切り離せない人生を送ってた。それが煙みてえに消えたなんて、どう言われても実感が湧かねえ。これを言って慰めになるか分かりませんが、うん、ヤクザが大っぴらに生きていける時代はもう終わりました。あなたがいたところで東城会は消える運命だったと思います。今関西から押し寄せている近江連合にしても、いずれは同じ末路でしょう。時間の問題です。あんたの言う通りだった。何がです？確かに何の慰めにもならなかった。それは残念です。が入ってきた。予定より10分遅れた。了解しました。周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。止まれ止まれ、こちら。違う客か。おい、こいつは何だ？コンテナにブツはなし。取引は中止。繰り返す。取引中止。現場にいない者は即時撤収。
すが花輪ですわ。おい手貸せ、行くぜ。本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ。時間切れ。大丈夫か、花は。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は？それより、我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花輪さん、賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死亡です。何？急げ、もうそこまで消防が来てる。不当で死んだエージェントの一人、あなたに喧嘩を売ってきたものでしたよ。因果応報ということでしょうか。死んだ3人は金属バットで派手に頭蓋骨が陥没していたそうです。最初から相手が死んでも構わないという殴り方だ。死体はどうした？始末しておきましたよ。この先も表に出ることはありません。こういう時のために死んでも騒がれない人間が使われているんです。あなたと同じようにね。そうか。お前まさか。貴
どうしました？いや、何でもねえ。花は、夕べの目出し坊たちが誰か当てはついたのか？疑わしいのは、今回の密輸を持ちかけてきた依頼主ということになります。例の某独裁国家の革命家ですね。なぜなら彼と CIA 以外、事前にあのトレーラーへ兵隊を潜り込ませることはできません。そして敵がもし CIA だったなら、私なんかをさらうのにあんな手間をかける必要はない。革命家。ところが改めてその革命家に問い合わせたところ、全面的に否定されました。金塊密輸の話自体が寝耳に水、 CIA に物を頼んだ覚えもないと。どういうことなんだ？我々の仮説としては、全く正体不明の何者か、ミスター X が革命家になりすまし、CIA に茶番の密輸話を持ちかけて我々を引きずり出した。その目的はなんと、この私をさらうこと。あんたを何のために？それがさっぱり。私は組織のしがない末端で、大掛かりにさらうような価値はありません。ミスター X に話を聞かなければ、昨夜起きたことが何だったか分からずじまいでしょう。今、大道寺一派の総力を挙げて探しています。これまでのところ手がかりはゼロですが。しがない末端のために、大道寺が総力を挙げると思えねえが。痛いところをついてきますね。確かにそうです。ですから私としては、他の線からも独自に調べを進めようと思った次第です。それで今日はこちらへ伺いました。ん？桐生さんはお気づきだったか。目出し帽のうち何人かは和彫りの入れ墨を入れていたんです。特に死んだエージェントを襲った般若の男には、これ見よがしなのがね。俺は見てねえな。そいつとは勝ち合わなかったようだ。入れ墨は見事なものだったそうで、それなりの組に入っている極道ということでしょう。つまり横浜には古くから青龍会という組があります。彼らが昨夜の襲撃に加わっていたのかも。少し様子を伺ってきてもらえませんか？もちろん事務所の外からで結構です。いや、入れ墨のやつがいたからって地元の極道とは限らねえ。ミスター X につながる線としちゃだいぶ薄い。ええ、もっと有力な線は他のエージェントたちに追わせてます。ですが極道を調べるならあなたが適任ですよね。私は真実を早くつかむためにできるだけ多くの線を追いたいんです。なるほどな、分かった。いいんですか？その代わり、俺もミスター X の正体に興味がある。何か情報が来たら、こっちにも教えてくれ。珍しくやる気ですね。もしかして、また私が襲われないかと心配を？だとしたら感激です。まあ、そうかもな。どうも違ったようですね。ともあれ、気をつけてください。青龍会にもあなたの顔を知る極道がいるかもしれません。とりあえずは事務所に異常がないか遠巻きに見るだけで結構ですよ。
しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
間食っちゃう。おい。ありがとう。ああ。うん。you